私の完全勝利ってことで。こうなったら明日また勝負を挑ませてもらうんだから。もう二人とも本当に本当に心配したんだよ。もう少しで A 死体の人に探してもらうところだったんだから。分かったってば。ごめんごめん、つい熱くなっちゃってさ。まさかここまで大事になるなんて。でも心配してくれる人がいるってとても幸せなことだと思う。それを忘れないようにね、ミコ様。はーい。ミーヤちゃんはあまりシーヤちゃんを困らせないこと。これからも仲良くね。分かってるって。私も今回で懲りちゃったし、シーヤを泣かせるのは新婚祭の怪談話くらいにするからさ。ミーヤちゃん。じゃあ私もとっておきの話を披露しよっかな。ムフフ。大昔から伝わるっていう不死の番人の話なんだけどさ。もう二人とも。巫女様、今日はありがとね。そうだ、これを持って行ってくれな。あたしと CA で見つけた宝物なんだ。いいの？そんなに大事なものを。いいのいいのね、シア。はい、二人で探せばきっとまた見つかりますから。それじゃあ受け取らせてもらおうかな。ありがとう、ミーアちゃん、シアちゃん。こちらこそです、巫女様。本当にお世話になりました。それじゃあ私たちはお母さんのところに帰るね。またね、二人とも。バイバーイ。やったね。確かこの先で橋が落ちているんだったね。だったら、
建物は？寺院の門、山門のようじゃな。アドルの言う通り、あの大樹は信仰の対象だったのじゃろう。よし。釣れるかな。
くなった。お、見ろよ、妙な石像があるぜ。なかなか迫力のある造形をしておるようじゃが、はて、石像にしては少々妙な場所に置いてあるの。奴はなぜ動いているのか。私が知るわけないでしょう。来るぜ。始まりの大樹。
ああ、間近で見るとすげえ迫力だ。アドル、火の根元じゃ。お前さん自身で確かめるがいい。アドル、その子は一体？翼竜型に捕まった時に上空からこの子が見えての、アドルの話を聞いた時になんとなくピーンときたのじゃが、先ほど確かダーナって、まさかそちらの方が。パロ、こんな時に何だってんだ。漂流村ピンチ、迎撃戦準備。繰り返す、迎撃戦準備。こんな時にかよ。アドル、彼女を連れて漂流村へ一旦引き上げてはいかがですか。この北部であったこと、タナトスさんや彼女のこと、ドギたちにも相談して状況を整理した方が良さそうです。それが賢明のようだな。もう何が起きてんのかわしにはさっぱりだぜ。
る。よし、引き受けた。よし、完成だ。もういいのか？はい。こんにちは。では、わざとご案内します。どれにするんだ？
入れろよな。任しとけ。さあかかってこい。僕がついてる。安心するんだ。また古代史かよ。さすがに厳しいですね。
目を覚ましたのか。アドルさん、加勢するよ。凄まじい速さとパワーだな。
女性の旅力とは思えん。ダーナね、かっこいい。一応はじめましてだよね。私はダーナ。アドルさん、よろしくね。やったね、みんな。ええ、お疲れ様でした。
ああ、